こんばんは。こんばんは。やばい、今思い出した。今思い出した。なんか9時ぐらいに洗濯機回しとって、まだ乾かし、まだ干してないや、忘れとった、洗濯機回したこと。まあいいか。あなたじゃわからないかもね。まず明日、チャートル公演があるんですけど、コウコちゃんが足がちょっと痛くなっちゃってて、なので明日はちょっと公演内容が変わって、カラオケとかファッションショーとかそういうのをしようと絶賛計画中ですので、そう、公演、踊っとるのとかを楽しみにしてくださってた方に申し訳ないんですけれども、よろしくお願いします。うん、超楽しみ。なんか本当は明日がコウコちゃんとのチャートル公演が最後の予定だったんですけど、そう、もう一回新たに3月21日にチャートル公演をまた改めてしてもらえることになって、3月3日の公演が当たっとった方が優先されて当選になるようなので、よろしくお願いします。ん、ベースさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。全身筋肉痛？それはもうお湯に。
浸かるしか。うん、ももかさん誕生日おめでとうございます。今日は誕生日が2人もいらっしゃる。今日ずっと聞いとったこれ。これを歌ってうっせぇわを歌っていらっしゃる方のギラギラっていうのもめっちゃ好きなんですよ。私歌うので一回メールで送ったんですけど、キラキラギラ、誰も誰も気がついてこう、ちょ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 。あとは最近はあのヒカキンさんにもハマってます。これもメールで送ったんですけど、キンさんのそう丸尾とモフコがもう可愛すぎてもう無理、可愛いと思って、もう最高、めっちゃ可愛い。そうまた悪さするんかめっちゃ可愛い、やばい。さっきもずっと見よった、なんか配信するまで寝ようと思ったけど見よったらもう時間になっとったけん寝んかった。なんかヒカキンさんはなんかたまにめっちゃ見る時が来るんですけど、そうマルオとマークが可愛すぎてやばい、今めっちゃブーム。可愛すぎる。マジで可愛い。もう猫アレルギー治したい。ハノタンから LINE が来て面白い。前髪
髪、前髪、前髪、髪の毛、髪の毛、髪の毛。外の風すごい。マジ？じゃあもうなんか今日雨じゃない予報だったけん、普通に傘持たずお出かけしとったら雨ポツポツ降ってきて、うわーってなりました。そう、火をつけて私を また寒くなってきましたね。なんとかパサンカンシオンと言いまして、うん、それこの前お話し会で教えてもらいました。そう、ファンの方にサンカンシオン、昨日とかめっちゃね、あったかくて分厚い上着なしでちょっと分厚いカーディガンみたいなのだけだったのに、今日は上着でも寒かった。寒いぜ。今日久々に自分でポッと沸かしてチャイティー飲みました。最近ずっとみちょだったんですけど、みちょも飲んだけど
チャイティー久しぶりに飲んだ。1日、あ、日付戻ってない？これ日付戻ったよね、これ何か前まで数日ダリンクって8日間ぐらい戻っとらんかったんじゃけど、戻っとる正式なやつに、イエイイエイ。嬉しい。昨日からなんじゃ。気づかんかった。前髪は自分で切った。うん、今日美容院に行きました。そう、美容院来ました。そう、気がついてこう、ちょ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 、うん、そう、前髪切ったけど、でもいつも自分で切ってもらったけん、長さぐらいにしたけん、自分で普通にセットしたらこうやったらいつもの前髪って感じ。でも今はこうしとるけん、いつもとちょっと違う。しょうちゃんヘッドスパやったら秒で寝そうよね。私寝ました寝たことあります、あのヘッドスパしてもらってる時に、歯医者は寝たことある。うん、なんか一回うとうとしたことはありますけど、それその時ぐらいかな、多分1、2回。うん、
美容室は寝るじゃろ。でも美容室、そのヘッドスパとかしてもらってる時は寝たことあるけど、髪切ってもらってる時とかドライヤーしてもらってる時とかは寝たことないです。歯医者で寝たら口閉じて危ないね。そのなんか私が寝た時はもうすごい奥歯の虫歯の治療ですごいガッて開けて口が閉じんように固定されるやつをつけられたんですよ。だから何も考えずに寝れました。うん、そうそう、めっちゃ苦しかった。なんか私歯の治療されるのは別にまだ全然いけるんですけど、レントゲン撮るのが好きじゃないです。レントゲン撮る時なんかさ、四角いさ、何、紙みたいなの入れるじゃないですか、紙フィルムみたいなの、あれが好きじゃない。そう、あれがおーってなります。うーってなる。髪サラサラで嬉しい。枝毛になっちゃってた部分を切った件、全部枝毛が一本もなくて嬉しい。わいわーい、わいわいわーい。ちょっと。なんかちょっとショートには別にせんでいいけど、こんぐらい、ここぐらいまで切りたいって思った。
ね、黒髪だとね、いつもめっちゃ珍しい感じに言われます。でもそうだよね、大体さあ、みんな染めるもんね。染めたい願望はある。ある。いつか OK になったら焦げ茶にしたい。する。うん。そうね、もしその時が来るとしたら、その時までに絶滅黒髪少女を歌いたいですね。かけるのに毎回ふわってするけど、そっか、日本だよね、黒って。もともとね、生まれた時から金色の子供だっているんだもんね、外国とかだったら。そう考えたらすごいよね、なんか国籍というか人間の遺伝ってすごい。サラリンチョで嬉しい。ずっと触っときたくなる。私ちっちゃい頃めちゃめちゃ髪の毛大好きで、お母さんとちっちゃい頃と一緒に寝るじゃないですか。もうずっと髪の毛をこうやって触るのが好きだったんですよ。 こうやって触るのが好きで。どういうフェチって感じなんですけど、お母さんの髪をこうやって触るのが好きで、寝る時とか起きた時とかもずっとずっとそれやってました。お母さんよく寝れてたなと思う。私は髪の毛大好きで、お兄ちゃんは耳が大好きだったんですよ。だからこっち側から髪の毛を責められ、髪の毛食べられ、こっちから耳を延々と触られてるお母さん、マジすごいと思う。あと私こうやってずっとやってた、お母さんの髪の毛をこうやってずっとくる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 してました。あと普通に髪の毛をこうやってパクって食べてました。そう、飲み込みはせんけど。そう、
若かったね、その頃は。やばい、髪の毛がサラサラすぎて、嬉しい。ずっとずっと櫛取りときたい。これもサラサラになる櫛らしいんですよ。サラサラだ、悪魔的だ。やっぱりサラサラっていい。いいね。ちょっと短くなってるね。ルン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 、なんか毛先の枝毛だけ切ってもらおうと思って行ったんですよ。ちょっと枝毛になっとったけんで切ってもらって、で「どうです、長さどうですか？」って言われて、もうちょっと切りたいですって言ったら、ちょっと想像してたよりちょっと短くなっちゃったけど、まあ伸びるし、なんか最近本当にそう思うようになった。なんか自分で前髪切る時もどうせ伸びるしなって思うし、髪の毛今日とか切ってもらう時も別にどうせ伸びるからなとか思ったら、もうどれでもいいやと思ってどの長さでもいいやと思って思った。なんかそんぐらいなんか考えなくなりました。今まではいっぱいうわーってなっとったところを考えんくなりました、そこまで。
私サステナブルのジャケ写の時に前髪めっちゃ全然違う感じになっちゃって、あの撮影の兼ね合いで切って、でそれからすっごいもう伸びるまでずっとずっともう苦しくて悲しくて辛くて、もう心がいっぱいだったんですよ本当に大げさって思われるかもしれないですけど、本当にそれぐらい苦しくてそう本当に苦しくて、もうなんだなんだそうそうって感じだったんですけど本当に何回か泣いたんですけど、でも本当になんか今思ったら本当にな、と何をそんなに泣いてたんだと思う、いつか伸びるのに。そう、そう、もうその時もう落ち込みすぎて、もう絶対に握手会で触れないでくださいって言ってた、誰からも触れられませんでした。いいファンさんたちだ。あれ触れられたっけ？ちょっと覚えてないけど。触れられてない記憶。私の記憶は。サラ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 、コンペート。サラサラサラ。
うん、今日は火曜日か。ボス恋見なきゃ。配信終わってから見ようと思います。今日のボス恋もキュンジにしたわい。うん、楽しみ。そして今日は今日好きも、火曜日が今日好きだっけ。今日好きで撮るやないかい。あれ今日好き、これは見た。これだ。見なきゃ、見なきゃいいなものがたくさんある。今日はちょっと夜更かしします。明日ちょっと遅いけん、集合遅いというか午前ではないけん。ねえ、今日好きは月曜だった。恋する週末ホームステイが出とる。タツがポカポカしとる。
でもまずは洗濯物を干さなきゃ。ほんまにやらかした。ちゃーちゃんギルティみたいなドロドロしたの好きかと思ってた。うん、そういうのも好きです。そういうのも好きだよ。ほんまに悔しい。まさか洗濯、うわー、何洗濯してたっけ。でもシワシワになって最悪ってやつはそこまで入れてないと思う。なんかニットとかレッスン着とかそういうのじゃきゃ。超シワに出るようなのはないと思う。柔軟剤入れてたらそこまででもないじゃろ。柔軟剤ってそういう役目もあるんですか。シワシワにならんみたいな。でも言うてまだ3時間しか経ってない。9時に完成して9時に洗濯終了してで忘れとったけん、でも12時から干すって考えたら3時間。柔軟やからね。あ、え、柔軟剤の柔軟ってそういうこと？柔らかいみたいな意味？マジか。じゃあいい香りっていい香りの意味しかないかと思っとった。そうなんじゃ。それは初耳学。好きな柔軟剤は、うん、そんなない。なんかなくなったタイミングで買いに行ってちょっと安くなってるやつとかを買います。お得になってるやつ。でも今使ってるやつがめっちゃいい香り。なんだっけ、なんかお花の香りの黒色、黒の色、こだわりはない。でもなんか顔匂い嗅いでから好きなやつじゃないと買わん。そんな感じですね。ちょっと名前は覚えてない。
ね、4周年コンサートがニコ生さんで配信が決まりました。あともうちょっとだよ、あと11日後だ。11日後わお、マリオ11日後だ、あと1週間と4日だ。やばいよ、もうすぐだよ、やばい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 よ。やばいよ、4年も経つよ。びっくりだ、これはもうびっくりすぎる。5年目に突入します。それはやばい、周年初めて行く。え、周年って今までさ、え、1周年ってありました？ STU 1周年配信だったよね、確か1周年ニコ生さんで配信だった気がするんですよね。で、2周年はコンサートできて、3周年はあのコンサートの予定だったんですけど、コロナの関係でできんくなっちゃってニコ生さんになって、で4周年今回じゃけん、何気に周年コンサート2回目なんですよね。じゃけん周年コンサートにあんま慣れてなくって、うん、とっても楽しみです。そうなんですよ、何気に2回目の周年コンサート、そんなんエモいよね、周年コンサートとかエモすぎるよ楽しみー。ね、昼夜やるのびっくりだよね、ちょっと昼も夜も両方見てください。うん、春夏秋冬それぞれの季節の風がなん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 、確かに会場の写真帳も見たことないわ。いや、見たことあるんかもしれんけど、ちょっと忘れちゃったけん見てみよう。やっほー、広島サンプラザホール、画像、おお。え、想像しとったのとなんか違う。想像しとったのとなんか違う。
なんか想像しとったのと違う、なんかすごい。想像しとったのと違う。なんか言うん。すごい。こういう感じなんじゃ。すごい。すごいすごい。想像しとったのとなんか違う。すごい。ほんまになんか想像しとったのと違う。すごい。想像と全然違う。すごーい。楽しみ。楽しみすぎる。ということで、お礼していきたいと思います。20位駒田さん、19位ふうくろさん、18位ゆきおさん、17位岸本タクシーさん、16位茨城のゆうきさん、15位バンブーホースさん、14位エリオルマルさん、13位ドーグラスさん、12位イギータさん、11位ジムジムさん、10位マヤ太郎さん、9位ニコライさん、8位北江さん、7位おじゃまるさん、ラッキーセブン。6位おかちゃんさん、5位おっちゃんさん、4位たくみさん、3位グリオティーヌさん、3 2位つりけんさん、そしてそして第1位はピュルーヒュン、三浦恒夫さん、イエーイ、イエ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 イ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう、ありがとう、にゃ、1、2、3、ありがとうございます。今日も配信に来てくださった皆さん、ありがとうございました。明日はチャートリでいろんな企画をやりますので、ぜひ配信見てくださったら嬉しいです。来てくださる方は、ね、来てくださる方にたくさん楽しんでもらえるように頑張りますので、皆さん明日もよろしくね。そして明日はひな祭りですね。明かりをつけましょう、ぼんぼりに、お花をなんちゃら桃の花、五人林のなたたたいこ、今日は楽しいひな祭り。明日は楽しいひな祭りにしましょう。皆さんも楽しいひな祭りにしようね。じゃあそろそろ終わりたいと思います。今日もありがとうございました。ゆったり寝てください。バイバイ。明かりをつけましょう。